女宝は、奈良時代から平安時代にかけての立州のトライ像。古国の人で、元人の随院として、日本を訪れた。元人死後に、東正大寺の長老となり、その発展に尽力した。安女宝とも言う。東山東上東西殿によれば、古国の人。古は、多くの場合、西域を指すが、東の人から、異教の民を指す総称であるため、特定できない。 口述のように彼は安女法とも呼ばれており、安は属性とされる。このことから中央アジアのサマルカンド地方の暗国出身とする説、あるいは安息国出身の可能性を考慮する説がある。少年も不明であるが、正代潜在電気には、虚偽僧64年、弱い八春雲とあり、仮に80歳ちょうどで宣言したとすれば736年の生まれとなる。 父母と子から党に渡ったか、子出身の父母が党に至って女宝からを設けたかは、不明であるが、党で幼少期を過ごしたとみられる。いつの頃よりか、幼州を中心に活動していた、立州の双眼人に支持するようになった。ここで、女法内誌は、安女法という法名で呼ばれるようになった。ただし、党では、正規の僧ではなく、シャミもしくはウバであったろうとされる。 753年、元人は6度目の日本渡航に挑んだ。女法は図院に加わり、塔を離れた。754年2月、元人と平城京に入った。同年4月、東大寺大仏殿前で盛大な受会の儀が行われた際、女法も受会して、世紀の僧となり、僧石は薬師寺に置かれた。元人は755年より、 東大寺会談員の北の東前院に従したが、759年に東前院を弟子の発信に譲り、平城系右京の日田部新能宮定地を与えられて、会員を起こし、東忠師匠大の名を掲げた。女法もこの時、元人と東大寺を去った。763年、元人は東正大寺で没する。元人が没するまでの女法の所在は、はっきりしない。 正代潜在電気によれば、下津家役指寺にあり、元神の臨重に際して呼び寄せられたという。ただし、役史寺像とあるのを、下津家役指寺と誤認されたとして、下屋下校を否定する説もある。蔡藤鷹は、元神の川近くにあって、平城系で、帰営者を増やしていたのではないかとする。東正代寺近藤は、女法の下で造営された。正大寺近流演技には、 女法が、元ンの後を継いで、ガランを造園したように描かれているが、正代寺根流演技を編纂した、豊康は、女法の弟子である点に注意が必要である。三国仏法伝通演技、立演奏宝伝、正代潜在伝記では、女法が、元ンより親しく寺を託されたと記すが、同時に犠牲、法はじめにも、工事を託し、三人の協力によって経営が、 行われたとも記す。女法は、東昇大寺の外護者を獲得し、東昇大寺のランを造営した。元人生前の東昇大寺は、教愕の研鑽に必要な行動のみであり、現代見られる東昇大寺のランは女法によって整備されている。また、東大寺と東昇大寺の和解や東昇大寺の漢字化に成功、立州の紅用に尽力した。 797年に立志に任じられる。804年1月23日には、女法権上を提出、戒立道場としての東照大寺の復興を求め、朝廷から復興50個を獲得している。806年に焦燥図に任じられた。815年1月7日没。東照大寺は、弟子の豊康に譲られた。日本語機の卒伝によれば、戒立を厳守し、 大国の風格があったという、四十歳ほど年少の空海とは親しい間柄であった。福五十個を得た、歳のお礼の表文を空海が女法に代わって執筆しており、これ以前より空海は、東正大寺と朝廷とを仲介する役割を果たしていたと見られる。元神は一般に立宗の僧として知られるが、天台三部教も将来しており、元神の教学は、 律と天台の日本柱からなっていた。女法も律学の忠実な信奉者であり、律の愚痴に身を捧げたが、後には、元人やその弟子らともども、天台学の広道者として評価されている。ありがとうございます。